はい、レディースのジャケットですね。素材が、綿とポリウレタンですね。まあ、お客さんの方でね、こうやって印してもらってあるんですけど、まあ、このような感じで映るかな、まあ、何箇所かシミがついているんですけど、まあ、これからね、今日3月9日なんですけど、これからまあ春めいてくるんで、こういった白いジャケットの依頼がまあ増えてくるんですけど、最近の傾向として、以前はまあしまう前にクリーニングするのは、まあしまう、保管する前の衣替えのタイミングで、着なくなった時にクリーニングするっていうのが、まあ、以前の衣替えだったんですけど、最近の傾向としてね、着る前にこのようにね、タンスから出してきて、シミが あるので、着る前に取ってくださいっていう依頼が、増えている、傾向がここ数年では強いです。ですから、まあ、これもおそらく、着ようと思って出してきたんですけど、まあ、このように、まあ、結構広範囲ですけど、まあ、シミが、ついていたんでしょう。はい、まあ、じゃあこれをまあやっていきますが、実際のところはね、これももう洗うと同時にシミも同時に取っていく事例となるんですけど、まあ、取れるか取れないか、どこまで取れるかっていうのをまず見ていただくために、やってみたいと思いますので、はい、結構ねこれ自分でされたんか、まあ、クリーニング屋さんに出されたんかわかんないけど、これわかるかな、このシミの周りが白くなってるでしょ。もうちょっと引き気味にして、ここがシミでしょ。シミに対してこの辺がまあ白くなってて、まああと何かこう薬品か何かつけたのかわかんないけど、洗剤かこうじわーっとこう輪を描くようにこの範囲がまあ白くなってるんですけど、まあ、おそらくここをまあ試しにやろうとしたんだと思います。まあ、この辺もね、まあ、同時に、処理していきますんで、どこをやろうかな、結構たくさんあるから、うまくやらないと、シミの周りがどうしても白くなりやすいんでね、こういう商品っていうのは。周りが汚れてるのもあるかもしれんな、これどうしても白くなるね。
まあ、全体に少し焼けているというか、まあ汚れのムラがあるので、ね、まあ、どうしても、まあ、その辺もね平らにしていきたいと思います。まあ、ひとまずここで。